ちは。ご視聴ありがとうございます。マルゼン CA870 シリーズ4機種再販かかったので、それぞれの特徴や使い勝手について簡単に紹介していきたいと思います。それぞれの動画はまた別に撮ると思いますので、詳しくはそれぞれの動画をまたご覧いただければと思います。 CA870 シリーズで一番安価かつ軽量で、これが一番よく見るやつですかね。総豆腐、特徴はストックレスで非常にシンプルな外観ですね。価格も11,800円と一番安いし軽いと。そして次がブルドック、こちらもストックレスなんですが、フォアグリップがバーチカルになり、リアもバーチカルでより立った姿勢で構えられるので、速射とかがよりしやすくなってますね。価格は12,980円。そして CA870 ストック、特徴はこのオーソドックスなストックですね。価格は14,800円。このクラシカルなスタイルいいですよね。私も一応持ってます。そして CA870 チャージャー、タクティカル2が再販になったとはいえ、このレールがついている、まあ一番上位機種になるんですかね。タクティカルの次に豪華な CA870 と。これでも価格14,800円と安いですよね。ショートレールがあるのに比べて、この M4 タイプのストックとグリップ、ここら辺に惹かれて買う方も多いんじゃないですかね。チャージャー、このなんといってもこの手軽さがいいですよね。取り回しもしやすいですし軽い、もう片手でもね普通に打てるぐらい使い勝手がいいですね。またこのグリップも構え方がねとても自由度が高いのでいいなと思います。またシリーズ共通のこの軽量な40連マガジン、これもいいですよね。そしてブルドック、バーチカルなグリップで構えてコッキングするのがすごく何ですかね、やりやすいというか自然な感じで構えられるのがいいですね。グリップが立っています。こちらもね全然片手で操作もしやすいですし、振り回し取り回しもかなりいいですね。ブルドックと総豆腐迷う方も多いと思うんですが、総豆腐の方がわずかに長いんですね。ブルドックの方が短いと。コッキングについて、軽い力でコッキング、この独特の音がまたいいですよね。ブルドックについては、バーチカルがついている分、コッキングがより軽い力で行える感じがしますね。なので高さが出る分、このバーチカルのグリップの連射のしやすさっていうのはブルドックの方があるような感じがします。よりコンパクトに構えたいっていうんであったら、この総豆腐の方がねよりコンパクトな感じがします。そしてストック、このねロマンあふれるストック、私も大好きでね買った口です。このライフルのねショットガンの構えてる感じっていうのがロマンがありますよね。その分やっぱり全長も長くなる反面、やっぱりしっかり固定ストックで狙えるので、そこら辺のね、しっかり狙って構えて打ちたいっていう方にはこのストックいいかなと思います。続いてチャージャー、なんといってもこのタッチサイドが普通につくのがいいですし、 M4 タイプのグリップとストック、今時でねさらに使いやすくなってますね。ちょっとロマンを取るかより実用性を取るかっていう感じになるかと思います。この固定ストックのね安定した射撃感は捨てがたいですし、何よりこのアジャスタブルのストックでね今時な感じでピストルグリップで構えられるこの操作感っていうのはチャージャー独特ですよね。重量はそうですね、やっぱり、あんまりそれほど感じはしないですかね。こちらの部分金属でちょっと重いは重いんですけど、それほど軽快な感じが失われているっていうこともなく、今時で言えばやっぱりチャージャーが人気になるんですかね。エアガン強 GPS、カップの的を5メートル9メートル先に置きました。まずは総豆腐、この前買ったばかりです。
っぱりサイトがない分ね、弾道はすごいいいんですけど、これを打つ感覚を覚えたまま、まあ、やっぱりね、このバーチカルの方が明らかに軽い力でコッキングしやすいですね。手が自然、まあ、だけどこの総豆腐のシンプルなね、あのちっちゃいミニマルな感じがいいですよね。そんな連射速度自体は変わらないかもしれないけど、楽ですね。あのこう例えば腰ダメとかでも打ったりとか、まあ、するとすれば、いろんなシチュエーションでやっぱりね、大きな分やっぱりしっかりとしたグリップがにある方がやっぱり連射はしやすいけど、ただまあこのねシンプルさ、なんかね片手でこう打つ感じっていうのは本当総豆腐の良さですよね。じゃあ次ちょっと大物ストック、こんなストックがいいんですよね。この固定ストックならではの安定感とこのグリップね、この辺はやっぱショットガンっていう感じが、うん、いいですね。やっぱり連射も安定してる感じがしますね。はい、まあとはいえね、このここまで来るともう普通超楽ですよね。ダットがついてるんで。この通り、まあこれサイト合わせてるんでね、バッチリですけど、まあまあタクティカル2かこれかっていう感じですよね。やっぱサイトついてるのは強いですね。やっぱりライフルストックにはないこのピストルグリップの使いやすさがまあいいですね。でストックかっこいいですよね。まあ本当まあどれが一番でないですけど、何を優先させるかですよね。本当ミニマルな感じのね、総豆腐からまあこのチャージャーまでね、まあ、自分でこういうのをやりたいなっていうのをいろんなね方向性があるので、まあ、それで選ぶのが一番ですかね。もう何でもてんこ盛りだったらまあこれだし、タクティカル2とかね再販になればそれがいいでしょうし、もうやっぱりこれとこれになるとね全然性格が変わってくるので、まあ、これで走り回ったりとかねやるのもいいですし、やっぱ870シリーズ最高ですね。はい、面白いです。初速測りますね。まず総豆腐 89.4 89.2 89.2 89.7 89.4 89.6 89.4 90 89.4 89.7 でした。次にブルドック 87.1 86.9 87.2 87.487.4 86.8 87.1 86.9 86.6 87.1 次はストック 85.9 86.6 87.2 85.7 86.2 87.2 86.3 86.9 86 86.5 次にチャージャー87.7 86.3
86.4、87.2、87.2、87.5、86.2、86.3、86.2、86.2 でした。スティールチャレンジをラウンドアバウト、まず総豆腐から。まあね、自由度が高い分どうしてもね、こう不安定になりますよね。はい。で、ブルドック。うん、やっぱり使い勝手の良さ的には個人的にはこうしっかり握れる方がコッキングもより軽く感じますね。はい。チャージャー。やっぱり固定ストックがあるだけでもうしっかり構えられるんで、やっぱりいいですね。いやー最高ですね。本当みんなサイト乗っけてほしい。まあそれもあるし、やっぱりね、まあこの辺ね、今時でこれが一番使いやすいですよね。 CA870 最高ですね。まあ、以前にもね、いっぱい870紹介してます。ぜひ他もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。